勝負は決したか。家康、おことはまだまだ若い。さあ、仕上げといっかの。俺は島左近、信玄公の軍略を慕って参った。大和の島左近の名前よ。優れた軍略家じゃ。よがろう、存分に働くな。何もせずに帰る。手ぶらで返すのは悪い。帰る前に武田の恐ろしさを味わった。いざ尋常に勝負。敵将を打ち取ったね。さすがじゃ。敵将を打ち取ったね。我らも続くぞ。この戦勝ち目はない。我らも引くぞ。簡単には逃がさんよ。ざっとこんなに。左近、おことは織田軍の相手をせい。受けたまわった。敵将を打ち取ったね。さすがじゃな。しんがりは拙者に任されよ。拙者はここで敵を食い止める。なんぞ殿を頼む。承知。今平八郎を戦つ。今より七時に入る。そして参る。敵将を打ち取ったね。わしの若い頃を思い出すの。父上、父上。勝頼、そう流行るな。将たる者、落ち着きが肝要ぞ。戦つは相手にせんでよいぞ。強いでな。こたびの戦、家康を逃がさぬことが肝要ぞ。何の武田騎馬隊に倒せぬ敵などない。あのあるお人をお見受けいたせ。敵将を打ち取ったね。お主の身を操りたいのか。ま、ざっとこんなもんです。名のある武士とお見受けいたせ。トンボ切りよ、うなえ。何人であろうとこの場にいる者は切る。面白いね、あんたの金。俺が見定める。やっちまったな。これにあり、我が首取って手柄とせよ。家康は桶狭間奇襲を招いて信玄公の背後に来たが、信玄公はそれを見越して待ち受けた。家康の軍略、お粗末だ。三号、戦は軍略だけでするものじゃないよ。
の忠勝を倒した。あっぱれや。やっちまったな。敵将を討ち取ったね。良い戦いぶりよの。無謀は言うなき者のすることなり。が入り組んでおります。ご注意。まあざっとこんなもんです。負けられぬな。わしには背負うものがある。まだまだわしの足元にも及ばぬよ、ひよっこ。やっちまったな。気をつけろ。今のうちじゃ逃げるだけだよ。徳川の底力見せてくれるわ。いざ戦わん。よく来てくれた。敵将を討ち取ったね。なかなかの豪のものよ。おたく、助けに来てくれたのか。早う逃げられよ。信長様に感謝するんじゃな。侵略すること非難落とし、すべて押しつぶすまでよ。腕前見せていただきましょう。年寄りをいじめるものではないわ。そうそう、信長様は私が見出した絶対無二の主。気をつけな。敵将を討ち取ったね。さすがじゃ。その技の際、
次こそは鈍らせてみせましょう。わしが天下の知恵者、秀吉じゃ。うれしとるわ。どうじゃ、わしに使えんか。悪いね、俺は衆を選ぶ男。私の若い頃を思い出すの。逃げるが勝ちじゃ。最後に勝ち。ざっとこんなもんです。敵将を討ち取ったね。見事だ。殿に
になぜこの影の本を。また影武者、川武士の中狂気地味ですらいるぜ。影たちのせい、浜松城へ帰る。さすがじゃ。ざっとこんなもんです。ま、ざっとこんなもんです。敵将を討ち取ったね。さすがじゃ。いざ尋常に勝負。逃げずとも貴公を討たばよし。なしていくぜ。敵将を討ち取ったね。さすがだな。ま、ざっとこんなもんです。
気をつけな。気をつけな。じゃなくってね。